携帯電話大手の KDDI はキリンをコラボレーションパートナーに迎え、子どもたちに全く新しい料理体験を提供する次世代のおままごとキットママデジを開発し、6月15日その発表会が行われました。ママデジは子どもが料理に関心を持つきっかけであるおままごとに着目し、タブレットとセンサーが内蔵された調理器具によってリアルな料理体験ができるという画期的なプロダクト。食材サンプルを切る、フライパンで炒める、鍋を混ぜるといった動作をセンサーが感知し、ザク、ジュージューという音が鳴る仕掛けとなっています。さらに鍋を開ければ湯気そっくりのスモークが出る、実際の料理の香りがするなど、従来のおままごとではありえなかったリアル感まで追求しています。見た目はなんてことないフライパンとかお鍋、包丁ですけれども、タブレットやスマートフォンと通信でつながることで、よりリアリティのあるお料理体験が体験できると。アプリがすでにこのタブレットの中にインストールされておりますので、絵本を読み進めるような感覚、その延長線上でお料理が体験できてしまうというのが大きな特徴の一つです。今回コラボレーションパートナーとして参加したキリン食生活文化研究所平田健太郎氏は、親子がコミュニケーションを取る機会が少なくなりつつある家庭において、食は重要なキーワード、ママデジは親子で楽しめる次世代型コミュニケーションツールとして新しい価値提案の可能性を秘めていますと語り、まずは中野にあるキリングループ本社受付などに設置を行い、近隣の親子などに体験してもらう予定だと説明しました。将来的には家庭や教育現場における食育への活用も期待されるママデジ、今後の展開が楽しみですね。